新しき村の入り口1、新しき村2、日向新しき村一般財団法人新しき村は、埼玉県入間郡諸山町、及び宮崎県小湯郡基上町にある、村落共同体。現在は、一般財団法人。作家の武者の工事さねやつらにより創設された。1919年頃の新しき村入職当初の、小屋、武者の工事さとその同士により、 理想郷を目指して1918年、宮崎県小湯郡基上町に改村された。なお村の立地は、小丸川の蛇行部分に突出した丘陵で、戦国時代の新色岩木の定石である。1938年にダムの建設により、農地が水没することになったため、1939年に一部が現在の位置に移転し、残りは、日向新しき村として存続した。 第二次世界大戦終了時には一世帯のみとなっていたが入村者が増え1948年に埼玉県から財団法人の認可を受け1958年にはついに自活できるようになったこの村はただ生活するためのものではなく精神に基づいた世界を築く目的で改装されている階級格差や過重労働を廃止農業をおもとした 自給自足に近い暮らしを行う。労働は、1日6時間、週休1日を目安とし、余暇は事故を活かす活動が奨励される。3食と住居は無料だが、私有財産を全否定しているわけではなく、毎月3万5千円の個人費が支給される。近年、村内の高齢化が進み、平均年齢は60歳を超えた。経卵の値下がりや、 人手不足で養鶏を止めるなどの業収入の低迷もあり、村の運営が困難になってきている。過去の積立金を取り崩して赤字を補填している。2013年時点の村内生活者数は13人。損害会員は約160人ほど。2018年時点では宮崎で3人、埼玉で8人が暮らしている。村の存続を願う損害会員らが、 日々新しき村の会を2018年8月、発足させた。1、全世界の人間が天命を、全うし、各個人のうちに住む自我を完全に成長させることを理想とする。1、そのために、自己を生かすために、他人の自我を害してはいけない。1、そのために自己を正しく生かすようにする。自分の快楽、幸福、自由のために、他人の天命と、 まさしき要求を害してはいけない。一、全世界の人間が、我らと同一の精神を持ち、同一の生活方法をとることで、全世界の人間が同じく義務を果たせ、自由を楽しみ正しく生きられ、天命を全うする道を歩くように心がける。一、格のごとき生活をしようとする者、格のごとき生活の可能を信じ全世界の人が、実る行することを祈る者、 または説に望む者、それは新しき村の会員である。我らの兄弟姉妹である。一されば我らは、国と国との争い、階級と階級との争いをせずに、まさしき生活に、すべての人が入ることで、入ろうとすることで、それらの人が、本当に協力することで、我らの欲する世界が来ることを信じ、またそのために骨折るものである。公会道兼食堂。 新しき村美術館、生活文化館、招集会場、アトリエ、茶室、住宅、作業場、畜舎等88棟。生活文化館は年中無休で無料公開している。ありがとうございます。